ッツアップシーズン46いきますこのビートThat's right, that's right. Yeah, 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 yeah. Brother, hi. The kill me now, it's TV. 昨日できるチャンネル、ハルコメの返答。東京からどうも、マメに更新。Yeah, yeah, yeah, yeah. 声出せ。Say, oh, yeah. Let me hear you say, oh, yeah. One more time, say, oh, yeah. Like this, like that.いきますこれで終わりかな OK いやこのビートはね俺は好きだったね好きだったねというかよいこれね今このこれ今 見せれないかもしれないこれこのディトってやつやってんだけどこれね足で踏むことを前提で作られてるから結構丈夫なんですよ。うん。そう。でそれはこうやって撮りながらまあここで例えばこうやってカメラって撮りながらこうピタンってやるんですよ。ピタンってやると手がやや骨折気味ぐらいになるぐらいなんで練習とかしてるとこう興奮しちゃってさ、ピッタンピッタンやるから、もう、次の日とかもう真っ青でもうぷっくり腫れちゃってさ、みたいになるんですね。これ、あれですよ、サンプラー職人の人たちなんかはもう、爪から何からもう血が出ちゃったりして、サンプラー真っ赤になっちゃったりしてる人とかいるからね。でもそういうのってね、あるんですよ。はいはい。まあいいや。あるあるでございました。はい、はい、ありがとうございます。前回は、ヒデさん。はい、次。コウさん。質問のコウです。セカンドアルバムのダッシュ王の途中でディギーが笑ってるのはなぜですか？撮り直ししなかったのですか？ちなみに、駿河屋の件は説明不足ですいません。デモトラの CD がネットの駿河屋で、2万円のプレミア価格になってました。282版の。これはね、ダショーの途中でディギーが笑ってるのは、まあこれはパフォーマンスでしょう。うん。この、駿河屋のあれは、あれだね、すごいね、2万円って。ちょっと待て。取れてるか、これ。またバッテリーがうんぬんが出ちゃった。まあいいや。ネットの駿河屋で2万円ってことは、だって、もともとがだって500円だからね。なかなかの、なかなかの利益率ですね。利益率。まあいいや。はい、ありがとうございます。OK、次。ハスコメって書いてある。これは、何さんだろう。読めねえ。クリックしても読めねえ。はい、読めないです。すいません。初コメント、失礼します。30代の男性です。SO とは中学の時に出会い、衝撃を受け、それからはどっぷりとハマり、自分の青春の一部でした。武道館とファンクラブ限定のセットリストが、確かカップリングのみの会部、ライブにも行かせていただいたのも良い思い出です。また、高校生の時には、ハイさんに憧れてピアスを拡張したり、ヒューマンビートボックスの教材本を買って練習したりもしてました。今でもあの頃と変わらない素敵でかっこいいハイさんの姿が見られて本当に楽しいです。あ、嬉しいです。これからのご活躍とご健康を心より願っております。いや、すいません。ありがとうございます。これ、でも、名前を呼べないのが、心苦しい。こんなに丁寧に書いていただいて。この一点の曇りもない、良い、開業もいいし、
こういうメールをもらったら俺はちょっと嬉しいな。うん。まあいいけど。うん、いやまあ、あの頃と変わらない素敵でかっこいい姿って言われてるけど、随分変わってるよんな。やっぱね、あの年は取るから、うん。知らんがもうあるし、うん。まあまあ、そんな、ね、あの、まあ、まあね、皆さんと年を取っていければいいのではないかと思っていますよ。まあまあね、年にはね、逆らえないからね。うん。はい、ありがとうございます。はい、次。土方投資郎。ハイさんのガーデン、新鮮でした。ああ、この回ね。SO の曲のディギーのパートとかも聞きたいので、可能であればお願いします。これはね、あの、あれだよ、SO の曲なんかこう、やりたいんだけど、こう、ビートボックスでさ、やったりなんじゃりで。なかなかね、難しいんだよ。うん。やったじゃん。東京通信とかはさ、そう。だから、そういうのがあるんだけど、そうなんですよ。うん。結構ね、そう、挑戦っていうか、なんだろう。ちょっとやってみるか。自分で、やろうって思って、こう、ストックしようっていう、そのネタをストックしようっていうので、考えてたことないので、うん。なんとなしに、こう、今日は沼トーク取れるなーなんつってこう一杯飲みながらこうビート作ってのあれだったから、そうだね、やってみてもいいかもね、面白いのかもね。うん、まあいいや。はい、ありがとうございます。アイディアをありがとう、土方投資郎。はい、次。お久しぶりかな、 MTR、 現在進行形の高一の SO クルー、嬉しいですね。ああ、そういう方のコメントを見てのあれね。私の息子は妻のお腹で、SO ソールドアウトをガンガン聞いていて、生まれてから2歳ぐらいまでは、どんなにギャン泣きしていてもウェカピポを流すとピタッと泣き止むというのが我が家の語り草です。そんな息子も早いものでもう中1だってよ。これコメント5ヶ月前だからね。最近無意識なのか意識してるのか分かりませんが、アスファルトに網目状にひびが入るような地響きと口ずさんでいるのですが、メトロポリス、メトロポリス、アポカリプス、青、メトロポリス、アポカリプス、青がうまく発音できていないのを、まだまだだな、まだまだだなと思いつつも、愛おしいような生温かい目で見ている今日この頃です。思春期に入り、反抗期に入り、前ほど息子とは話をしなくなりましたが、根っこの部分は変わらないんだなと感じていたところでした。長文失礼いたしました。あー、マジかよ、これすげえ面白いな、これ。これだけで1時間ぐらい話せるよね。うちの子は今4歳だけど、すげえ大人っぽくて。そうか。ああ、まあまあ、こういうのはもう、ねえ、語れば語るほど、ねえ、いっぱい語っちゃえるよね。面白いね、これ。アスファルトに、網目状にひびが入るようなっていう。このフローがあるからね。ああ、スカルトに。はい。まあまあね。いいけどさ。いやー、でもこれは面白い。MTR、ありがとうございます。うちの家庭もいろいろ経験をしていくのであろうね。ありがとうございます。はい、次。OK。ああ、これも、これは誰だ、やっぱりそうだった。ホークシーですね。ハイ君、歌うまい。笑い。
かっけえ、さすが SO、やばいね、もっとやっちゃって、これ多分ガーデンのあれだね。ありがとうございます。ホクシー、久々ホクシー。はい、次、いきます。これも読めないよ。しかし、ノンって書いてある。ノン。ノン、ゼニガタ。これやっぱアイコンをクリックするべきなんだね。こうやって読める人もいるからね。まあいいや、はい。シュガーソウルのガーデンですね。That's right. そうです。歌っちゃいました。僭越ながら。ありがとうございます。はい、次。続きます。ノンが続きます。あれ、ノンだっけ？ちょっと待って。ノンだ。ノン。ノン、ノンが続くよ。いくよ。僕もその柄の V ネックのトレーナー。青と黄色持ってました。背中にはイラストが、自分であったんだよ。わっ。そして次。中学2年生の時にずっと見てました。松本市でのライブめっちゃ楽しかったです。はい、次。中2の時、目覚ましテレビでファーストアルバム発売と聞いていたので購入しました。ジョジョ3部の映画のタイアップ曲めっちゃ良かったです。あ、これはブードゥーですね。ブードゥーキングダム。はい、次。ソールドアウトのライブ限定グッズ買えなかった。はい、次。椎名林檎の東京の寂しいですね。OK。ありがとうございます。ノン。連続ノン。ありがとう。またまた書いてください。あのね、これ、そう、ブードゥーの、あれなんだけど、そう。これはね、そう、最近の、もう、また、ジョジョが、また、あれじゃん。いい感じじゃん。というか、ジョジョはずっと、すごく、注目されてるよね。で、そこに携わられたのは、本当、嬉しいことですよ。ありがとうございます、というね。ノン。連続ノン。ありがとうございます。あ、やべえ。オッケー。こんな感じですかね。連続ノンで、とりあえず締め。もう一本いきますかね。あと10分ぐらい。いきます。オッケー。ありがとうございます。次に続く。